このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日は東京店から車両紹介の動画をお届けします。今回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日もいろいろ教えてください。とんでもございません。はい、で今日ご紹介するお車はこちらですね。はい、はいはい、メルセデス AMG の GLE63、クーペですね今回は。はい、はい、ちょっと希少なお車です。はい、まあ、希少というか台数がとても少ないので、はい、まあ、そういった意味で希少ですね。はい、あとはさらに、画像で、まあ、当然お分かりいただけるように、はい、カスタマイズも、はい、かなりカスタマイズされてますね。そうですね、はい、まあ、オンリーワンな1台になっているのかなとは思います。はい、はい、まあ、基本的なスペックは皆さんご承知かと思います。はい、まあ、V8 エンジンでツインターボ、はい、575、あれ585です、ごめんなさい、585の 77.5 キロの最大トルクですね。はい、まあ、土さっき言ってたように、はい、なんとカイエンターボ S より、はい、ほぼ並んで走ってるという、そうです、はい、とてつもないスペックの SUV ですね。はい、ですね、はい、はい、まあ、実際に乗ってみた方のお話では皆さん想像以上に速いと、はい、まあ、よく言われます。はい、で、まあ、乗り心地もいいですし、はい、装備も充実してます。はい、なおかつ安全性もピカイチ、ベースが当然メルセデスなので安心してお乗りいただけるというお車をご紹介ですね。はい、はい、じゃあ外装から見ていきましょうか。はい、はい、まあ、早速外装からなんですが、はい、まずフロントからいきましょう。はい、はい、フロントですね、こちらが車外のスポイラー入っております。はい、ブラバスですね。その通りです。はい、はい、まあ、もともと迫力ある顔つきなんですけど、はい、さらに、カーボンですね、カーボンのリップがついていることによって、まあ、1枚も2枚も上手の感じになってます。アグレッシブさが出てますね。強調されてます、ね、いやだと思います。はい、まさにちょっと悪い言い方すると、はい、クーペスタイルなのでちょっと丸い意味を帯びていますから、はいはい、ちょっとぼやっとしてしまうところがあるんですが、はい、やはりこの辺のブラックアウトと車外のスポイラー、はい、まあ、カーボンのスポイラーですね。ブラックアウトはちなみにこれ、うん、エンブレムがちょっとスモークが入ってますよね。入ってます。はい、あとはグリル類、はい、ドアモール、はい、あとはそこのサイドのステップですね、はい、もうブラックアウトされていますという内容です。で、あとアルビホイール、はい、はい、こちらがアメリカの鍛造ホイール、そうです、アナーキーを履いてございます。はい、サイズが24インチ2ピースですね。そうです。はい、ボンド東京今一押しですね。はい、はい、かなりいいと思いますよこれ。はい、サイズ感がこれに合わせてオーダーしたホイールなので、はい、他の車にも間違いなく入りませんっていうサイズ感です。あえてこう黒とかシルバーじゃなくじゃないガンメタリックで、こうそうです、まとめてあるそうですね。はい、はい、まあ、黒黒っていうのは定番になりすぎてしまったので、はい、最近だとやっぱりこういったグレー系だったりとか、はい、もっと言うとシルバー系だったりとか、はい、まあ、後で、この車のご紹介終わった後にいつものように、まあ、編集後期的な雑談で、はい、まあ、その辺もちょっとお話、はい、触りだけでもしておきたいなと思ってますので、はい、またそれは、後半にお楽しみで。はい、でちなみなんですけど、はい、このカスタマイズっていうのはもう全部ボンドグループでそうですやらせていただいた内容になるんですね。その通りですね。はいはい、ベースとなる部分に関してはもともとボンド大阪で作ってます。はい、で東京の方に移動してこのアルミホイールをセットアップして、はい、作りました。なるほど。はい、じゃあもうカスタマイズされていくまではあるけれども、うん、もうもちろん安心して乗っていただける、間違いないパーツが間違いない取り付けをされているっていうことですね。もうその辺は自信持って、はい、はい、間違いないです。はい、はい、で後ろにこういって、まあ、ステップもブラックアウトされてたりだとか。そうですね、はい、はい、モール類が完全にブラックアウトされてますので、はいはい、窓枠ですよね。そうです、はい、もうブラックアウトされてます。はい、であとはリアバンパー、この迫力のリアバンパー、はい、はい、こちらはマンソリーですね。はい、はい、でマフラーカッターも、はいはい、セットになってます。なるほど。でカーボンですね当然。で前ブラバス後ろマンソリーですけど、なんかちょっとこのカーボンな感じとか雰囲気が、はい、雰囲気が合ってますよね。そうなんですよ、はい、多分そのもともと僕らもよく提案しますけど、はい、ブランドミックスでデザインが似ているもの、はい、それぞれのいいとこ取りとして考えてます。なるほど。はい、当然これをベースに一つのブランドとして揃えていただいて、はい、さらなるカスタマイズ、はい、っていうのも、はい、全然あとあと OK なんで、はい、その辺はご要望に応じて何なりと、はい、お任せいただければ、はい、もちろんそうです、全てできますので、はい、
外装はじゃあもうボンドスタイルでしっかりまとまったお車ってことですね。そうですね、はいはい、でロアリングもされてますので、はい、車高も結構下がってますよね。下がってますね、はいはい、全体的なまとまりがかなり良くなっていると思います、うん、いいと思います、はいはい、まあ、腰高な感じになってしまいますので SUV は、はいはいはい、しっかりとホイールのオフセット合わせてロアリングも合わせていただいてっていう感じですね、はい、まあ、ここまでのセッティングをすべてボンドグループでやってますというお車でございます、はい、ちょっと続いてボンネットを見てみたいと思います、はい、ボンネットが 5.5 リッター V8 ツインターボ、はい、585馬力、77.5 キロ、はいはい、でこの次の、GLE も出てますけど出てますね、これだと4リッターな、そうなんですよ、ですよね、はいはい、うん、やっぱり大排気量のトルクと、うん、はい、このエンジンの良さ、はい、やっぱりこの車にありますよね、うん、あの当然 V8 4リッターで新しいエンジンなので、はい、悪いはずはないんですけど、まあ、V8 5.5 の圧倒的なトルク感というのはね、はいはい、これが最後のエンジンなんで車ですから、またぜひ味わってキャラクターがそれぞれ違いますからね。そうですね、はい、はい、と思います。やっぱりこのエンジンはこのエンジンの良さありますんで、はいはい、もう圧倒的な力強さは全く違いますので、はい、その辺を体感していただきたいですね、はい、まあ、あと、はい、ご承知のように、はい、こちらですね、これ組み込んだ人の、そうです、あれですよね、はい、名前が入るんですよね、そうです、サインが入っております。かっこいいですね、ボンネットも、うん、かっこいいですね。エンジン関係は全部ノーマルなんですよね。はい、はい、エンジン関係は至ってノーマルです、はい、手は加えておりません、はいはい、フィルターの交換とかも、うん、全くノーマルです、はい、純正のままで、はい、次は中行きますか。中行きましょうか、はい、はい、それじゃあ続けて内装をちょっと見てみたいと思います。そしたらじゃあどうしましょう、僕助手席に乗ってもいいですか。はい、どうぞ、はい、よいしょ、はい、内装はもうザ・メルセデスな感じで、そうですね、はい、はい、高級感あり、はい、はい、特にこれっていうのは逆にないんですけど、はい、ベースになってる車が車ですし、はい、特にいじってどうこうっていうお車ではないので、はい、内装はあえてオリジナルに近い状態ですね。なるほど、はい、で、まあ、新しい世代のメルセデスはモニターとか類が変わってきてますけど、はい、この世代のベンツ、メルセデス、はい、ナビモニターとかもしっかり見えるお車なんで、はい、使い勝手は当然申し分ないです。そうですね、はい、全てついてます、 Bluetooth とか、でレザーは全部この、そうです、シルバーのステッチ、ね、これシルバーステッチになりますね。ですよね、はい、でシートベルトがそれに合わせてこうシルバーのシートベルトっていう、はい、これかっこよくないですか。かっこいいですね、はい、うん、いいですねこれ、うん、派手すぎず、はい、ワンポイントでいいんじゃないですかね。あとダッシュパネルも、はい、ステッチ入りですね。これコンプリートカーはなるほどこのようになってます。これダッシュボードレザー張りだとものすごく高級感あっていいですね。全く違いますよね、見た目が違いますよね、うん、であとステアリングもカーボンに、カーボンになってます、はい、なってます。これは車外ですね。あとはスピーカー類は標準ですけど、はい、ハーマンカードが装着。あ、なるほど、はい、はい、まあ音もそこそこ安定のメルセデスですから、うん、もう必要なもの、必要なスペックはもうすべて、そうですね、はい、はい、あとこの辺のダイヤル、理事官さん教えてください。はい、はい、4駆の切り替え、はい、モード切り替えなんですけど、はい、はい、スポーツモード、はい、あとはコンフォート、スポーツプラス、はい、あ、コンフォート、そうですね、はい、でインディビジュアルモード、はい、これはある程度お好みでセッティングできますよというモードでございます、はい、あとこの雪マークはそうです、はい、はい、雪道、もうそのままですね、スリップしやすい路面、はい、雪の、路面ですね、はい、そういうところで、設定していただければと思います。で車高を上げたりももちろんこれできます、もちろんできます、はい、でサスペンションの硬さもここで、そうです、サスペンションだけで、はい、スポーツ、はい、スポーツプラスにしたい場合はそちらのボタンで変更してください、はい、あ、なるほど、はい、ダイヤルの方のスポーツプラスにしても、はい、自動的にそちらも一緒にスポーツプラスにはなります。あ、なるほど、うん、そういった場合は当然アクセルのレスポンスとか、はい、総合的にスポーツプラスのセッティングになりますので、はい、足回りだけの場合はそちらのボタンで設定をしてください。じゃあ街乗りからもう高速でもう開演ターボ S と並んで走る時まで全部このダイヤル一つで、はいはい、大丈夫できるわけですね、はい、もう完璧ですね、はい、でコマンダーもこのメルセデス安心のこのコマンダーですよね、はい、使いやすい、そうです、はい、そうで、そこの、はい、タッチパッド
ットっていうんですかね、はい、はい、そうですよね、はい、正直そこは僕あんまり使いやすいとは思わないんですけど、はい、あまり使わないです 僕結構最近こう乗らせてもらう機会多くて、うん、はい、触るようになったら意外にこれ使いやすいなっていう、慣れてしまうとそうなんですかね、はい、僕はもうそっちの下のジョグダイヤルというんですかね、その、はいはい、ダイヤルの方を多用してしまうんですが、はい、まあ、お好みによってと思いますが、でもモデルみんな共通なのいいですよね、だと思いますね、はい、はい、なので使い勝手は迷うこともないですし、はい、とても簡単で分かりやすいです。なるほど、はい、でドリンクホルダーと、はい、あとこの辺の小物入れと、はい、こちらの方に、はい、あ、いつものメルセデスの、はい、そうです、 USB の、はい、なるほど、ついております。iPod で音楽聴いていただくなり、でメディアはもう、はい、iPod で音楽聴いたりとか、そうです、テレビとか全部ついてるわけですね、はい、そうですね、はい、そしたら一度私運転席座ってエンジンかけましょうか、はい、はい、お願いいたします。うわー、63サウンドがいかにも、はい、聞き慣れた安心の、いいですね、はい、いいと思います。でこちらが、はい、メディアですね、はい、はい、こちらの先ほど言ってたスポーツ、はい、モードの切り替えの、そうですね、はい、でこれで、はい、はい、わちょっと音も変わり、はい、モードの、はい、画面ができます。このモードはもう63シリーズみんな共通な、はい、ですね、はい、音入りますか。SUV からする音じゃないじゃないですよね、はい、まんま普通の63エンジンを搭載しているスポーツカーです。いいっすね、はい、いいと思いますね、はい、でコンフォートになれば当然静かになります、はい、こんな感じです。なるほど、ちょっと、はい、カメラさん外から撮ってもらって車高一回上げてみますか、はい、はい、あざわざわして、どうしようかな、行事が次の日に来たりに入るんですか、高いから消毒の効果が広くなります。まあ結構上がってますね。どれぐらいですかね、5センチぐらい上がってるのか、上がってますかね、はい、じゃあちょっとした段差も全然へっちゃらですね。そうですね、まあ、もともとそんなに車高が低い車じゃないんで、そう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 、ロワリングはしてありますけど、もともと車高が SUV ですからね、はい、うん、この辺は問題ないと思います。まあ万が一の時は上げてもらえれば、はい、これで今下げます。おー、下がってます、下がってますね、うん、はい、まあでもこの車に関して言えば、はい、上げるシチュエーションというのはそうそうないと思いますけどね。まあまあまあそうですね、はい、はい、あとはパノラマサンルーフがついてる、はい、これいいですよね、これいいですよね、これはついつい差し込みましょう、はい、はい、うわー大きいですね、サンルーフもこれ。いいですよ。はあ、うん、すごい。開放感が。はい。でシートヒーターも。はい。ベンチレーション。ベンチレーションシートがついてます。はい、もうついてる。そうです。はい、なんかもう普通に中いいクラスですよ。そうです。はい。いいじゃないですか、もう中高級だし。うん、走れば速いし、はい。オールラウンドで。SUV だから使い勝手も。そうですね。最高ですね。はい、あとドライブレコーダーもついてますし、はい、レーダー探知機もついてます、はい、なるほど、はい、あとテレビキャンセラーですね、はい、はい、が装着されてる車、それはもうみんなついちゃってますね、みんなついてます、はい、このまま乗っていただいても、がっつりこれをベースにいじっていただいてもどちらでもいけます。いや、いいな、このパノラマルーフ、これだけ欲しくなっちゃいます。いいでしょ、うん、いいよね、わー、このすげー開放感、風のこの風よけネットとかがいいですね、はい、あと土方さん、僕気になるのは、はい、クーペだとこう後ろの居住性トランク気になるんですけど、はい、はい、チェックしてみてもいいですか。ぜひ、はい、じゃあちょっと続いて後ろ見てみましょう。はい、ちょっと止めちゃいます。いいですよ。ああ、全然全然広いっすね。広いと思います、はい、へ、うん、なるほど、こういう圧迫感ないですよね。ないですね、うん、このバックレストが、バックレストのところもこうそ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 う、くり抜いてあって、うん、まあ、そんなに後ろでもないですけど、そうですね、十分な、十分だと思います。あ、でクーペだとやっぱりこの辺はちょっとこう、ちょっと、はい、
あの後ろ側に向けて、はい、頭の上ぐらいからですね、ちょっと後ろぐらいから若干低い感じはします、はい、そうですね、はい、ただまあぶつかっちゃうほどではないと思います、はい、通常の GLE だともうちょっとこうまっすぐ行くんですけどね、はい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 、それにしてもただそのパノラマルーフもついているので、もともとがどうしてもあの天井が低い、ここの厚みが出ちゃう、天張りが厚いので、なるほど、うん、室内がちょっと狭くなってる、ヘッドクリアランスは悪いのかな、でも乗れないっていうことではないですね、全く普通に乗れます。で ここから上のなんか感じはどっちかというとセダンに近いような、近いですね、はい、はい、SUV のこの開放感というよりかはちょっとこの辺は、うん、はい、でも全然僕175センチですけど、うん、全然後ろは、はい、全然大丈夫ですよね、全然大丈夫なレベルです、はいはい、あとこちらにリア専用、はい、リア用のシートヒーター、はい、あとリアもシートヒーターついてるんですか。ついてます。いいっすね、はい、であとはエアコンの温度調整ですね、はい、小物入れ、小物入れも、うん、ついてます。あとこちら、はい、センターアームレスト出していただければ、はい、ドリンクホルダー、あー、なるほど、はい、でしまっとくこともできます。そうできます。これスルーにはなってないんですね。なってないですね、うん、なるほど、重要、全然必要にして十分な、十分です、はいはい、なるほど、いい感じですよ。いい感じですね、はい、全然大人が4人のゆったり全く問題ないです、はい、まあ、エアサスなんで乗り心地もそんなにひどくないですから、はいはい、うん、すごく快適だと思います、むしろ、うん、あとは、はい、ちょっとだけこの車の悪いところを言うと、はい、リアシートの座面がちょっと低いんですよ、はい、なのでリアシート座った方の前方の視界があまり良くない、はい、なるほど。ただちょっとこれ後でさせてみましょう、絵を、うん、なんとなくこう確かにもう前が全く見えない、そうなんですよ、はい、そこだけですかね、はい、あの後ろのシート座った時のここはちょっと嫌だなっていうポイントは、車の前方がもう全く見えない感じ、そうです。だからって言って座面上げれば当然頭当たっちゃう車なので、はい、まあ、これはあのデザイン上しょうがないのかなという感じはします。あとは、はい、今度はトランクスペースをちょっと見てもらいましょう。トランク開けるの実はここにあるんですよね。知ってました、はい、うん、ここっていう、うん、知らないと開けられないですよ。開けられないです、はい、ここにあります、はいはい、っていうのと、あとは、はい、私今運転席から開けたんですけど、はいはい、これで、はい、閉めるのもできるので、はい、すごく楽ですね、便利ですよね、うん、じゃあそっちだけでください、はい、でこっちも閉められる、そうです、はい、なるほど。であとは、はい、このボードは外せるんですか。まあ、外せます、外せます、ボードは外せるんですけど、はい、どうしてもクーペスタイルなんでここがちょっと低いです、はい、あ、通常の GLE と比べると若干低いので、はい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 、その部分はどうしても高さが稼げません、はいはい、ただ一般的なセダンとして解釈してもらえれば、はい、相当広いと思います。そうですね、トランクルームは、はいはい、なんでこの辺は使い勝手悪いとは言わないです。なるほど、ここで引っ張れば外されます。あ、そうですね、結構広い、ね、十分なんですよね、はい、でここの高さまでは使えますので、はいはい、普通のセダンと比べてもらえれば、なるほど、まあ、セダン以上に当然当たり前ですけど使い勝手はいいです。ゴルフバッグ、そうですね、斜め1個2個、はい、はい、ぐらいいけますかね。ここのスペースでこう積む方もいらっしゃいますし、例えば旅行とか行くんだったらもう4人分荷物は全然だりはもう全然余裕、はい、楽に詰めますね。その辺は問題ないと思います。いや、いい車ですね。いい車だと思いますね。あとはスタイルが、はい、好き嫌いが、ね、正直分かれると思います。はい、はい、あの万人受けするとは言わないです、はい、でも好きな方は本当大好きなデザインだと思いますので、それでベースでカスタマイズされてますので、まあ、X6 タイクオーバーですよね、だと思います、はい、あと最近だと海燕クーペ、はい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 、はい、が対抗馬になってきますね、はい、というわけでこんな感じですかね。はい、はい、最後に、毎回恒例にしようと思ってるこれ聞いていいですか。どうぞ。はい、これもちろんボンドクオリティ、うん、ボンド基準で厳選した車なんで、はい、もちろんそのまま乗っていただいてもいいですし、はい、まあ、もちろんカスタムも結構仕上がっちゃってるんであれなんですけど、そうですね、さらに例えば土方さん何かするとすれば、うん、どんなことがおすすめでしょうか。僕がやるとすれば、はいはい、そうですね、思い切って、はい、例えばですけど、はい、まあ、ブラバスでもマンソリーでも、はい、どちらかの、うん、ブランドで統一して、はいはい、エアロパーツを取り付けるっていうことも考える
考えますし、はい、あとは最近あの皆さんやってらっしゃるのでベタでつまんないって言われるかもしれないですけど、はい、やっぱりラッピングですよね、ボディのフルラッピング、はいはい、私だったら、はい、グレー系ですかね、はいはい、ガラッともう色を変えちゃって、ガラッと色を変えますね、はいはい、まあ、ドアモール類はブラックのままでいいと思うんですけど、はい、ちょっとこれツヤがあるのでもうちょっとツヤ引いたサテンブラック、はいはいはい、サテン系のブラックで、はい、半ツヤの方ですね、そうです、はい、に、モール類をラッピングし直して、はいはい、ボディ自体はグレー系だったりとか、はい、なるほど、ガンメタだったりで、カーボンは残しながら、はい、で私個人的にはこうもしかするとブラックアウトしたいかもしれないですね、マフラーカッターも、はい、ボディをグレー系にするんであれば、はいはい、マフラーカッターはブラックアウトかなと思いながらちょっと 車見てたんですけど、はい、このままでいいと思うんですけどね、はい、あの思い切ってホイール入れ替えちゃうとか、あ、せっかく入れたばっかりのホイールなんですけど、はいはいはい、入れ替えちゃうとか、ちなみにホイール多分200万円ぐらい、200万円ぐらいしますそこはもう、はいはい、頑張っていただいて、はい、私も値段頑張ります、はい、なるほど、うん、私がもうちょっと明るい目のシルバーでもいいのかなと思います、はいはい、最近ちょっと明るめのシルバー意外と、はいはい、押してますんでいいと思いますね、もう一手間加えてもっとオリジナリティを出したりとか、そうですね、はいはい、あとプロデッションその色変えるっていう目的もありますけど、あの傷から守るっていう、あ、はい、もうそれも意味合いもありますからね、あります、はいはい、まあ、イメージ変えないんだったら透明のプロデッションフィルムで、そうですね、はい、もうイメージガラッと変えちゃうんだったらもう違う、もうフルで、はい、フルフルで貼っちゃってもいいかな、そうですね、はい、いろいろ楽しめそう、いや楽しめると思いますよ、車ですね、うん、はい、フルで貼った場合は MG のエンブレム類も全てブラックアウトしてボディをシルバー系にしちゃっても面白いですからね、そんなのもちょっと楽しんでいただけるかなと思います、ベースが出来上がってるから結構夢が膨らみます、ね、そうなんですよ、はい、あとポイントポイント細かくやっていけば、そうですね、はい、すごいのが出来上がります、はい、はい、というわけで今回は、ボンドカーズ東京より、AMG G63S を紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。新車、ね、新型出ましたけど、はい、新型出たのは去年の末ですよね。そうですよね、うん、はい、僕はあれで何でしたっけ、モーターショーで見てきました。あ、そうですか、うん、はい、かっこいいですよ、確かにかっこいいです。インパネ周りもこう、はい、新しい最新のものになっ、はいはい、やっとなったので、オープンフィニッシュの、そうです、そうです、はい、こう最近のトレンドを取り入れた、取り入れてますね、感じですけど、はい、まあ、まあ最新のメルセデスっていう感じにはなってますけど、まあちょっとし特にコンプリとかは新車がちょっと値段が、あ、なるほど、お高いので、はい、逆にだからまあ1個前にはなっちゃったんですけど、お買い得ですよね。いや、お買い得だと思いますね、はいはい、全然もう本当になんか外観とかこう、うん、あの実際に元々のデザインがあの古さを感じさせないというか、感じさせないですよね、そう、ライトとかこのライトとか、うん、なんでまあまあ全然、はい、全然全然このまま乗っていただいてもおかしくないですし、はい、まあ、旧型っていう感じはしないですからね、しないですね、はい、その辺は大丈夫だと思いますよ、うん、でも僕だったらそうだな、もうちょっと明るいシルバーのホイール入れたいな、個人的にはこれはね、なるほど、うん、まあ、好みがあるんでしょうけど、はい、まだまだこういじる要素、うんうんうん、もうちょっとこうしたいっていうのはいっぱいあります、うんうん、個性出してもいいですよね、でやったと思いますね、なるほど、あの前のオーナー様というか、このホイールを入れていただいたんですけど、そんなに乗ることもなく、まあ売却していただいてたんですけどね、カピカノだってバリ山じゃないですか。いやもう全然キューブ山8部キューブ全然普通にありますよ。ガリ傷すらないないですね、はい、解読だな、もう解読だと思います相当。